はい、次はブリヤードですね。ブリヤードも僕は結構好きですね。本当にね、買おうかなと思ったんですよ。一瞬というか1年ぐらいちょっと思ってましたね、ブリヤードを買おうかなって。ただね、ちょっとね、僕にとってはね、少しね、小さすぎるんですよ、ブリヤードは。あのね、ちょっとね、毛の長い犬を飼いたいなと思ったんですよ、去年か一昨年ぐらいに。で、毛の長い犬で目が隠れている犬を飼いたいなと思ったんですね。で、それ探してたんですけど、で、ブリヤードにしようと思ったんです。この犬種、この今出てるこの犬種ですよ。この犬種にしようと思ったんですけど、ちょっとね、やっぱ小さいんですよね、僕の好みとして。どれくらい、多分ね、30キロ台だと思いますよ、これ。あれ、どっか消えた。あ、まあ、大きくても40キロぐらい。ちょっと小さいんですよね。いや、すごい可愛いと思うんですけど、ね、ただね、その難しいな。もうね、オフチャルカ買おうかなと思ってますね。もちろんロットワイラー、自分の預けてる犬がいますから、関東の人に預けてますから、その犬はもちろん当然買いますよ。 なんかそれを預けっぱなしにして別の犬を買うなんていうこと、そんなことはもうありえないですけど、だから買うときはもちろんその自分が預けてる犬も引き取って、買える状態引き取ってから買いますけどね。そのあまりにも海外に行くので、そのちょっと買えなくなってるんですよ、今自分で。だから犬が好きでこの仕事してるのに、自分の家に犬が一頭もいない状態になってるんですね、今。だから本当早く買いたいんですけど、ちょっとね、もうほとんど毎月のように海外に行くので、ちょっと買えないんですよね。で、まあ、その将来的にその新しい犬種を買うとしたら、買うとしたら、何ですか、あれですね、その、セントラルアジアンオフィシャルカー買おうかなと思ってますね。まだ分かりませんよ、まあ、今の自分の気持ちとしてはセントラルアジアンオフィシャルカーを買おうかなって思ってます。やっぱね、大きな犬が好きなんですよ、僕は。ただね、もうね、もうあんまり凶暴な犬はね、もうあんまり嫌なんですよ、僕としては。まあ、ロットワイラーも凶暴だし、セントラルアジアンオフィシャルカーも凶暴ですけどね。でもね、だからその、ショードッグで、あんまり攻撃しないような犬に育ててっていうことになりますよね。だからドッグショーに小さい時から出して、あんまり他の、じゃあ、あんまりというか、その他の人や犬に慣れさせなきゃいけないですよね。だからそのドッグショーでその勝つことが目的というよりも、その攻撃性の少ない犬にするためにドッグショーに出すみたいな気持ちで僕は出したいなと思ってますね。もちろんあわよくばっていうか、まあもちろん出るからにはそれは勝った方が嬉しいですから、それは勝てたら勝てたで勝った方がもちろん嬉しいんですけども、その仮に勝てなかったとしても、別にそんなに、そのなんていうか、ただ参加したいみたいな、参加したい、僕が参加したいわけじゃなくて、その犬を参加させたい。そうで、ジャッジがこう近づいてきて触ったりとか、なんとかかんとかするじゃないですか。で、子犬の時から、で、周りにはもう大きな犬も小さい犬もキャン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 吠える犬も様々な犬がいるし、人がいっぱいいますからね。そういうところでこう小さい時から慣れさせると、
他の人とか犬とかに攻撃しないような犬に育っていきますよね。もう必然的に社会性が身についてしまって、だから落ち着いた犬になりますよね。だからまあそういう風にした方がいいかなと思ってますね。ちょっとどうしようかな。もううまいのかな。これちょっともう最後の方ですね、かなり。ちょっと知ってる人たちももうあんまいなくなってしまいましたね。今来たばっかりですけど、もう毎日たくさん知ってる人がこの周辺にはうろうろしてましたけどね。あ、ちょっと止めますね、ブリヤードバッター。